おはよう。朝ごはん食べる？君が起きるの遅いから、今日は僕が作ったんだ。え？大丈夫だよ。ちゃんと美味しいよ。多分。いただきまーす。美味しい。ちゃんとできてる。どうしたの？食べないの？美味しいよ。って、お腹空いてない？まあ、朝だもんね。でも、ちょっと顔色悪いよ。どうしたの？大丈夫。お腹痛いの？手も冷たいし、震えてるし。もしかして、生理？そっか。辛いよね。ちょっと横になろっか。ほら、捕まって。よいしょっと。よしよし。お布団行こうね。よいしょ。ほら、お布団かぶって。お腹冷えてるから湯たんぽいるでしょ？お薬飲まなきゃでしょ？で、あと、栄養を取らないと。お粥？ゼリーの方がいいかな。あとは、ちょっと待っててね。買ってくる。行かないで？すぐ戻ってくるよ。大丈夫だから。でもやだ。寂しいの？わかったわかった。よしよし。でも、お薬は飲もうね。え？無理？お薬苦手だったっけ？ああ、そっか。胃が弱いから。大変なんだね。よしよし。じゃあ、今日はゆっくり休んでようね。僕もここにいるから。どうしたの？しがみついてきて。ほら、ぎゅー。よーしよし。ゆっくり寝ようね。目覚めた？君が寝てる間に湯たんぽ入れておいたから、ちょっとは暖かくなったかな。ならよかった。お粥作ったけど、食べる？それとも、何か飲む？調べたら、ココアがいいって書いてあったから。じゃあそうしよっか。ココア、どうぞ。おいしい？ よかったよかった。もっと欲しいの？ダメ。飲みすぎは良くないの。でも、さっきより顔色良くなったね。ちょっと安心した。お粥も食べる？はい、じゃあどうぞ。暑いから気をつけてね。食べさせてって？もう、しょうがないな。あーん。どう？おいしい？しょっぱい？ほんと？塩ちょっとしか入れてないのに。え？嘘？なんだ、からかわないでよ。でも笑ってる。よかった。女の子って大変なんだね。毎月こんなに辛い思いしなくちゃいけないなんて。もっと甘えていいんだよ。君は甘えたがり屋さんだからね。
よく知ってるでしょう。ほら、おいで。ぎゅー。まだ寝る？わかった。大丈夫。僕はずっとここにいるから。ぎゅーでも、よしよしでも、トントンでも、なんでもするからね。また、何かあったら言ってね。じゃあ、おやすみ。動画見てくれてありがとう。ASMR 動画は毎週日曜日に更新しています。よかったら YouTube のチャンネル登録、Twitter のフォローよろしくね。バイバイ。